特急探索士への覚醒、星に。異世界のダンジョンが現実世界に出てきました系のナロー系作品。主人公は両親がダンジョンで行方不明になって妹と二人暮らしの高校生くらいの人族のオス。その世界では各自それぞれスキルガチャによってスキルを手に入れられる可能性があるが主人公だけはスキルガチャが発動していないという感じ。バイトとしてダンジョン探索のポーターをしていた主人公だが、ある時クソ強パーティのポーターしてたらダンジョン難易度が上がって全滅しかける。その時にジャバボックが現れて力が欲しいか?なら、くれてやるということでジャバボックと契約してクソ強変身能力を手に入れた主人公がヒロインの JK とイキリの金髪のヒエイとキルアとサスケを混ぜたような感じのキャラの3人でダンジョン攻略を始めるというシナリオ。この漫画はナロー系では珍しく最初にポーターするクソ強パーティーがしっかり偶性のパーティーであり主人公をおとりに使ったりする感じではなくジャンプ漫画っぽい展開にしている。主人公の武器は残月というブリーチ設定の武器だったりと有名ジャンプ漫画のネタを随所にちりちりばめた作品であり、漫画好きが読むと、ああこの設定これのインスパイアねという感じが楽しいクイズのような作品。